長良町は千葉県の中部に位置し、町政群に属する町。都市雇用圏における東京都市圏。ロケーション撮影に多数使用されているロングウッドステーションを有する。しつこのアースダム、千葉県のほぼ中央に位置し、県庁所在地である千葉市から約 20km の距離である。東京都の都心から50の 60km 圏内である。都市雇用圏における 東京都市圏に含まれ、通勤率は、茂原市へ15.2%、千葉市へ13.2%、市原市へ12.3%。なお、東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアラインもしくは、東京湾フェリーを利用した場合が、移動距離の短縮となる。暴走給料の中に位置し、平地は少なく、山勝ちな地形である。大きな川がなく、 水源を確保するためのため池、ダムが多く点在している。町内には、東京湾岸及び九十九里平野南部から南房総にかけての地域への水源確保を目的とした長江ダムとこのダムによって生まれた湿湖がある。湿湖は川をせき止めた水を貯めるのではなく、溜根川から、くみ上げ房総道水路を通して送られてきた水を溜める湖となっている。七十四年に、 和佐助に任じられた藤原黒マロが、現在の茂原地区を渡し巻きとして設定し、以降、四春次の代に至るまでその土地を開墾して、茂原荘とし、同じ市の宮川の上流域の宿である、田代地区を、海賊集積、これを、田代荘とし、平安時代を中心に発展したとされる。平成27年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると、8.69%減の7337人であり、増減率は、千葉県下54市町村中52位、60行政区域中58位。調整県政国政ジャパンフーズ本社上場企業、その他企業日本メディカルトレーニングセンター2次、医療圏としては、三部、調整、いすみ医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。 医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。小学校中学校児童福祉施設庁内には鉄道は通っていない。公共交通機関を利用する際には、茂原駅から路線バスタクシーの利用となる。一部地域には、市原市の千原台駅、千葉市の浜野駅からの路線バスも利用できる。道の駅ながら、道の駅室湖から見た、しし座流星群国。 県指定及び国登録文化財一覧。ありがとうございます。